こんにちは、宇垣美里です。今日はですね、私の毎日のスキンケアとメイクをご紹介していければなと思います。今もうスチーマーを浴びたんですけど、毎朝できるだけスチーマーを浴びるようにしていて、メイク前もあとメイク落とす時も。でまず一番最初にクレドポーのドゥセラム、これを使うとその後のものが全て染み込むので、これは絶対に最初に使うようにしてます。あとね、いい匂いがします。香りって大事よな。で次に、私は保湿がすごく大事だなと思っているので、結構しつこく保湿を、特に化粧水を入れます。Gラボの V エッセンスローション EXR、 ビタミン C っていう感じの化粧水です。まあ、パーッと出して、なんかこう化粧水入れる時って自分をいい子いい子してる感じがして、私はすごく好きです。甘やかすの大事。次はシンピュルテのローションビザージュエイジーコンセントレート A。 これは先ほどのものよりも結構トロッとした質感なんですけど、わかるかな。何がいいってね、香りがめっちゃいいんですよ。化粧水塗るのが好きなので、割といくつも使うようになったっていう感じですかね。あと選択肢が少ないのがすごく得意ではなくて、お家にもたくさん化粧水、これ以外にもたくさん並べて、今日はこれの気分だなとか、今日はすごくじゃあ太陽浴びるからこっちだなとか、今日はすごい乾燥してるなとか、その日の気分とか状態に合わせて化粧水を自分に合わせて選ぶのがすごく好きだし、自分に合ってるなっていうふうに思います。あと最近すごく好きなのがコスメデコルテホワイトロジストネオジェネシスブライトニングコンセントレート、美白美容液ですね。最近やっぱりかなり太陽が眩しいので、しっかり美白をしていきたいなと。ちょっと乾燥が気になるなっていう時はさらにオイルを足していきます。例えばこちらの RMK のダブルトリートメントオイル、これこう混ぜて使うんですけど、さっぱりしてるんだけどしっとりするってい う、 こうベタつきがないので使いやすいですし、もっと保湿したいっていう時はこれちょっと海外で買ったんですけど、ホラノニグロフェイシャルオイル、オイルなんですけどめちゃめちゃさっぱりしてるんですよ。なので3滴くらい手のひらに広げて、ちょっとこう馴染ませるだけですごいしっとりするのに、その後にベタつきがないし、しっかり吸収されるけど潤いはキープされるって、すごいありがたい。しかも3滴ぐらいで十分なので減らない。そして最後にクレドポーポーテのエマルションプロテクトリス N SPF25 って PM3 入ってるので、これだけでちょっとまあ日焼け止め効果がある。なのでお家の中とかも外から紫外線降り注いでると思うんですけど、ちょっと家にいるぐらいだったらこれでも安心かなって思って使ってます。だいぶ肌がもっちりしてきました。日中は基本的にこのクレポの乳液を使ってるんですけど、夜はシスレーのエコロジカルコムバウンドアドバンストがすごく好きで、これも香りがすごくいいんですけど、より保湿っていう感じがして夜にぴったりだなって思ってます。そして日中はこの後に日焼け止めを塗ります。スックのプロテクティングデイクリームを使ってます。 SPF も50あってしっかり日焼け止め効果あるんですけど、突っ張らないし、これ塗るとちょっとツヤが出るんですよね。わかるかな、ちょっとツヤが出たと思うんですけど、日焼け止め塗って体とか肌とかがギシギシするのが嫌いなんですが、そういうことが一切ないのでお気に入りで使ってます。ちなみに保湿するのがすごく好きなので、パックはほぼ毎日使ってます。特にお気に入りなのがこちらのバイユバビタギビングアクアセラムマスクですね。これもビッタビタに液が浸透してるマスクなので、これを使うとすごくプルンプルンのお肌になります。あとものすごく肌が揺らいでる時とか、まあ、特にこういう季節多いと思うんですけど、ちょっとやばいなっていう時に使うのがベカルカの美容液です。かなりとろっとした美容液なんですけど、これを寝る前とかにちょっとここ気になるなみたいなところに使うと、翌朝しっかりプンって感じのお肌になってるのでかなり助かってます。
あと私はまつげをバシバシに上げるのが好きなので、どうしてもまつげに負担がかかってるのかなって思うことが多いんですけど、ランコムのまつげ美容液は毎晩ですね、寝る前にしっかりつけてから寝るようにしてます。以上が私のスキンケアになります。続いてはメイクアップを始めていきたいと思います。私はやっぱりメイクは自分の気分が上がるためにするものだと思っているので、自分は完璧超かっこいいと思うようなメイクをしていきたいと思います。まずはもう一回日焼け止め、何本塗ってもいいですからね、日焼け止めは。続いて下地はこちらのシャネルのものを使ってます。ルブランバースオーキでピンクっぽいんですよね。ピンク、紫、トーンアップするし血色感も足してくれて透明感が出る感じがして、こんな感じ。続いてクッションファンデ、クッションファンデって楽でいいですよね、すごく好き。イブサンローランのものを使っています。これはねすごくツヤが出る感じで、適当にペペペペッと塗った後に細かいところはスポンジでなじませていきます。で次に、私はクマが本当にひどくて悩まされているんですけど、クマにおすすめなのはこのオレンジ色のコンシーラーです。私が使ってるのはセルヴォークのムードパレットというものです。このオレンジの部分をこのクマの境目っぽいところにちょっと塗って、これまたなじませる。さらにまあこれだけでは大体消えないので、 NARS のものも使ってコンシーラーで全てのクマをやっつける。本当は寝た方がいい、分かってるんです、分かってるんですけど、夜にやる気が出るタイプで、今日締め切りだな、頑張ろう、私が寝るまではまだ今日は終わらないみたいな気持ちで頑張っちゃうんで、寝不足ですごくクマができてしまうので、全部私が悪いんですけど、でもメイクによって寝不足じゃない人みたいな顔になれるので、メイクってやっぱ最高って思います。次はパウダーです。スックのパウダーを使ってます。これが本当にマットすぎない感じで、ザ・ルースパウダーっていうものなんですけど、塗るのはこのなんていうかフェイスライン、顔の周りがベタベタするのがあんまり好きじゃなくて、この辺をベタベタさせないように塗るっていう感じです。そんなにいっぱい塗るっていう感じじゃないんですけど、であと眉毛ですね、とあとその今さっきコンシーラーを叩き込んだところにもちょっと塗ったら崩れにくくなるような気がしています。続いて眉毛に行きます。結構眉毛がしっかりあるので、もうなんか整えるともう意志が強そうだねっていう感じの眉毛になります。結構お気に入りです。シャネルのアイブロウをまず使います。これで眉尻っていうかこの辺をしっかりさせたい、意志の強そうな眉毛が好きなので、しっかり描き込んでここまで眉毛やぞというのを伝えていきたいと思います。もう細かいところはこっちのスックのアイブロウパウダーを使っていきます。これはなんかついてる筆がすごく良くて描きやすいのでお気に入りでずっと使ってますね。これちょっとオレンジっぽい感じの色味で、スックの 3D コントロールアイブロウ101というものなんですけど、毛がすごいしっかりあるから埋めちゃうともうなんかザって感じになるんですけど、このパウダーのふんわり感のおかげでしっかりあるんだけどちょっと柔らかい眉毛になってるのかなって勝手に思ってます。さらに意志のある眉毛は好きだが、眉毛が主役になっても困るなと思うので、セルヴォークのインディケイトアイブロウマスカラ C の01番を使ってちょっと色を上げます。ニュアンスちょっと明るくなったかなくらいがまあいいのかなと。続いてチーク、 NARS のアフターグローリキッドブラッシュ02800という番号のものなんですけど、これがジュワッと発色する、自然なのにでも顔色のいい人になれるのでとっても大好き。私は本当にすぐチークが飛ぶので気が抜いたら顔色が悪くなるから結構しっかり入れます。でもねこのぐらいしてもなんかこうジュワッて感じになるんですよね。ちょっと入れるか。
次はアイシャドウ塗っていきます。アイシャドウ大好きで毎日いろんな色使いたいし、いつもこの色だけっていうの絶対嫌なんですけど、もうそろそろ夏が終わると信じているので、今使いたいのが大人なアギっぽい色を使いたいなと思ってるので、このイヴ・サンローラン使っていきたいと思います。クチュールミニクラッチの200、側が可愛いのめっちゃ大事、気分が上がるので、これを使ってる私っていう気持ちになれるアイシャドウです。この色を入れていきます。何度もブラシを往復させることがすごく大事ってメイクさんに聞いたので、それを実践するようにしています。その方が馴染む気がする。多分馴染んでいる。次に下の赤い色を使っていきます。これがすごい可愛いんだよな。で、今さっきのこの上のピンクを下まぶたにも入れていきます。指先とかじゃない限りアイシャドウは付属じゃないブラシを使うのが好きです。その方がなんかしっかりつく気がする。で、さっきのこの右下の赤を黒目の下あたりにも入れます。ここでですね、アイラインの方に行きます。私はぼーっとしてても中のインラインがちょっと見えてしまう目の形をしているので、抜け感出したい時はそのままでもいいんですけど、今日は結構しっかりクールなメイクにしていきたいのでインラインを塗りつぶします。いつも使ってるのがこのキャンメイクのクリーミータッチライナー07番。この色がすごく好きで、もう何本買ったか分かんないぐらい持ってます。こっちの方が目力が上がったような気がする。すごく柔らかくて描きやすいんですよ。埋まるけど痛くないし、にじみもしないっていう。で、さらにアイライナーも引いていきます。これはプリーリーのリキッドアイライナーのダークブラウン。黒を使うのがあんまり得意ではなくて、黒以外のものを使うようにしてます。これは本当に筆が描きやすくて、限りなく細く間を埋めるっていう気持ちで引いてます。で、これを引いた後にもう一回アイシャドウに戻って、アイライン引いたところをちょっとぼかすために右下の濃いブラウンを入れていきます。目尻の下のとこにも入れる。もうちょっと赤入れてもいいかなって思うので、大幅にもう一回で入れた後に、上のキラキラがすっごい可愛いんです。これを入れていきます。せっかく入ってるからできるだけ全部使いたい。もちろん使わないことも他のアイシャドウとこの組み合わせたりもするんですけど、このキラキラをなんかちゃんと使いたい気持ちがある。これをちょっとこう下まぶたのところにもキラキラキラってさせます。黒目の上あたりはちょっと重点的に。すごくこうゴールドのラメがゴージャスで、大人の女性になったような、見ろこのキラキラみたいな気持ちになります。いい色や本当に。次はまつげ上げていきます。なるだけ上がった前つげが好きです。うん、いい感じかなってところで、エレガンスのカールラッシュフィクサーを使います。マスカラ下地なんですけど、これを使うとまつげが落ちてきません。もうずっと使ってる。で、ちょっとゴムで整えます。いい感じで、続いてホットビューラーでさらに上げます。この工程をしている時、私はまつげ職人っていう気持ちになって結構好きなんですよね。うん、いい感じに上がりました。で、これにメイベリンのスカイハイ。スカイハイって名前がもういいよね。絶対に上がるじゃんって感じがします。02番黄昏ブラウン。お仕事の時とかだと黒いマスカラ使うんですけど、自分で使う時はやっぱり黒があんまり得意じゃないので茶色を使っていきます。なんか強すぎちゃう感じがして、コームの形がすごく特徴的でしっかりつくの でしかもこうダマにならない。職人なので繊細に何度も
細かく塗ります。でさらにホットビューラーします。メイベリンのはこうやって塗った後にホットビューラーしても溶けないのが良くて、バチバチに上げたいぜっていう時はやっぱりこれがいいんですよね。バサバサに増えるっていうよりはもっとあるまつげがすっごく伸びるっていう感じのマスカラです。さらに下まつげを足していきます。エレガンスのスマートラッシュマスカラでブラウン、繊細なまつげにしたい時はこちらを使うんですけど、下まつげに使うともうブフワって感じになるので、これも職人なので細かくたくさん塗ります。もちろん抜け感出したくてまつげをこう上げない時とかも、なんなら塗らない時とかもあるんですけど、まつげをしっかり上げた時の方が気合が入るっていうか、目力見ろみたいな気持ちになるので、なんだろう、心まで強くなるというか感じがしてます。あとなんだろう、やっぱりまつげを上げた方がこう目に光が入ってキラッて光るような気がしてます。さていいとこまで来ました。ハイライト入れていきます。私は肌がツヤンツヤンなのが好きなので、シャネルの色がついてるバージョンというかチークにもなるバージョンですね。これがいいんだよ。これをちょっとさらにこう血色を持たせたい部分、ここに塗る、光らせたくてかつ血色があると嬉しいところですね。目のちょっと頬骨の高いとことかに塗るとこうツヤンツヤンになるのがお分かりでしょうか。このサイズ感なので持ち歩きやすいので、ちょっと旅先とかお出かけ先で、あ顔色死んでるっていう時にこれをポポッと足すと生まれ変わる。さらにこれも大好きすぎて何本も買ってストックしているのが、バーバリーのフレッシュグローハイライティングルミナスペンというものなんですけど、これをちょっとなんていうんだ、鼻の頭みたいなところにとか、この目のここが私すごくこう奥張ってるので、こう塗る、この辺とこの辺に塗って、でさらにちょっと鼻の頭っぽいとことか、あと唇の上この辺で、あとね眉毛の下、うんに塗るとツヤツヤ。まだいきます。私はハイライト大好き人間です。クレードポンポーテのルレオスーラデクラ、青ピンク白っぽい感じで、しかもすごくキラキラ、細い細かいキラキラが入ってるのでテンションが上がります。これをちょっとおでこと、まあなんかこのシュッみたいなところと、この辺には今さっきツヤツヤを足したのでペタってなっちゃうから塗らず、顎とかに塗ります。この辺とかね、ちょっと鏡見た時にキラーってなって、え素敵じゃんって自分で思えるので好きです。自分の機嫌を取るのが一番大事だからね。誰にメイクしてるって、私にメイクしてるんだからって思いながらメイクしてます。そしてリップクリーム塗ります。レカルカのものです。これはですね、本当にしっかり潤う、結構長時間潤ってくれるのと、硬すぎないのですぐ馴染む。この次に口紅を塗ってもこうよれないというか、あんまり影響しないのですごく好きです。あんまり乾燥した時はちょっと目元とかに塗ってもいいと聞いたので、そういう風な使い方もしつつ使ってます。私は顔に血色を足すのがすごく好きで、これが最近のお気に入りで、アディクションのザ・リップスティックエクストレムシャイン019番っていうんですけど、めちゃくちゃいい色なんですよ。ブラウンレッドでもね、ちょっと青いキラキラが入ってるんですね。伝わるかな、大人っぽいのにキラキラが好きっていう、なんかこう内なる女児の心をすごくこうときめかせてくれる。これを塗ります。ちょっととろける感じのテクスチャーなので塗りやすいのもポイントです。ということで完成しました。ポイントはやっぱこの辺の赤と、この唇の赤のなんて言うんでしょうかね、あったかさみたいなのがこう統一してる感じが私は好きで、近づいた人には分かるこのゴージャスなきらめきもぜひ見てほしいポイントです。20代の頃はもっと多分アイラインキュインって引いてたり、太めに引いてたりとか、肌をしっかり作り込んでたような気がするんですけど、最近はなんて言うんだろうな、あえて作り込まないっていうか、
艶を大事にするってことは、つまりそこまでこう塗り込まないってことだと思うんですけど、そのままの自分みたいなものをより輝かせるようなメイクが好きで、元の形を生かしつつでも好きな色とか、あのいろんな形で冒険するメイクをしていきたいなって思ってます。 あとね、忘れてたんですけど、ハイライトをこういう服の場合、デコルテのところにもこれ塗ります。艶やかになって素敵かなと思うので、こういう顔以外のところにも工夫をして好きな自分にいられるように、好きな自分を作れるように頑張ってます。皆さんもメイク楽しんでください。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。